田さんの方から説明してもらってもいいですか。なぜ渋谷さんが来たのかね。まあその260万ダウンロードの、はい、公約のね、ダンジョンを作るとはい、クラバトルで変わるということで、はい、まあやるにあたってやっぱりその、はい、グラフィックの部分もやっぱりなんか、はい、スペシャルなスペシャルな特色を出したいということで、はいはい、あの渋谷さん、僕がスクエアに入社した時の、はい、まあ、最初のプロジェクトでのこう、ね、関わった先輩なので、はい、先輩で大先輩ですよね。大先輩、まあ、原点に帰るじゃないですけど、はいはいはい、まあ、お願いしたいなということで、はい、なんとね、はい、なんかドットを書いていただきたいなということで、はい、お願いして、渋谷さんがなんと参戦していただくという、ドットで、テラバトルのボスを書いてもらってダンジョンを作っていこうという、そうですね、イエーイ、みんな喜んでくれてるの、喜んで、すっごいコメント、すっごいコメントだ、ほら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 、めっちゃ流れてんじゃん、うわーみたいな。一応まだあの試作っていうかね、途中なんですけども、一応ちょっと今日はあるんですか、持ってきてもらいました、はい、まず、バクロちゃん、お、あー、かわいい、おー、まだ完成じゃないんですよね。そうですね、ちょっと直します。これ大きくしていいの、これが大きくしていいの、あんまり大きくするとちょっと、ちょっと違うニュアンスになっちゃうね。そうそうそう、これぐらいがいいですかね。そうですね、はいはい、かわいいよね、すごいかわいい、もうね、モンスター描くのすごい久しぶりで、あのだキャラが多かったからね、キャラばっかり描いてるから、ね、うん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 、でこの間もいつぶりかなと思ったら、うん、FF3 の暗闇の雲以来、うん、そうそう、で僕暗闇の雲を改めて見たら、うん、あのドットすごいよね、すごいでしょ。でしかもあのファミコンだからさ、パレット、まあ、2個のパレット使いましたって言ってたけど、うん、だって使える色数ってすっごい限られてるんですね、あの1エリアに対してだって黒を合わせて 3色だから多分6色ぐらいで描いてじゃないですか、すごいですよね、あれね、ちょっと後で見なきゃ、はい、いや、いい出来ですよ、見直したい、いい出来です、ひそせじ、もう描いた、そう、これ、これサービスね、すごい、これなんか、なんか3日前ぐらいに発注されてたやつ、いやー、覚えてる、覚えてる、やばい、これ昨日描いた、かわいいよね。やっぱりひらがなは無理なので、カタカナでひってことですね。そうです、ああ、なるほど。かわいいよね。これ何度と何度って。16×24。当時の、当時のドット数ですよね。そう、あ、キャラの大きさ。完全にファミコン仕様。まあ、スーファミぐらいのほうがですね。スーファミぐらいだね。すごい。これもあの、ダンジョンにね。え、出るの？はい。あ、やった、出るよ。ちっちゃいよ。あ、だからなんていうの、ボスって2かきにで大きいんだけど、うん、そうじゃなくて1かきのちっちゃいので、うん、なんか無数の基礎星人がもううようよいろんなステージにしようかなと。はい、ちょっとかわいい、まあ、それまあまあまあ北瀬とね、これからちょっと話し合いながら作っていくところですね。なるほど。はい、はい。かわいい、すごい。かわいいですね。なんとですね、横向き。横向きはあるんですね。一応フィールドは歩けるようになってますね。何フィールド作らなきゃいけないマジそれプログラム超大変じゃん。マジか、全然違うゲームだぞ。普通を探索する一応前後方向歩けるようになってますね。はい、そうですね、後ろ姿もね、ありますからね。基礎星人、主人公の RPG が、ね、はい、これもまあ、最終的にはキャラとして手に入る仕様なのでみんな自キャラとしてこのドット基礎星人を手に入れられるという、いいんだ動きますか、はい、いや、なんか動かしたいけどね、まあ、そこは大野神と相談ですね、大野神、大野神、今、腰痛めてちょっと頑張ってますけどね、なんか腰痛め、はい、まあ、なんかなんとかなるでしょう、まあ動くかどうかちょっとわかんないけど、まあなんとかしていきましょう。いやー、かわいい。これ素晴らしい。